文化的環境とは日常生活から生成される文化を育む場所、空間、条件などのことで英語のカルチュラルエンバイロメントに相当し講義では社会的環境に包括され自然環境に対しての人為的、人工的環境を指すこともある。そもそも文化とは人間が生み出し続けている有形無形の知的創造物の相対で生存し続けるためのパラダイムでもあり。 その土壌、基盤となるのが文化的環境である。観光世俗化しても落ち集落は文化的環境の恒例例例えば人間が生きてゆく、上で最も重要な職を扱う FAO は文化の代表例として物質文化、言語、美学、教育、宗教、思考や価値観、社会的組織を挙げており、それが発展してきた背景に文化的環境があるとしている。 物を作り使う、話す、美的感性、遺伝、本能によらない、指導、異形の念、資料、集団生活などが構築されてきた過程で、これらが文化的環境となる。文化は、廃れる性質がある。それは、人間の移ろいやすい本質によるものだが、流行や文明の崩壊による、物理的な力での改変、あるいはカルチュレーションのような融合の結果と言える。 消滅した過去の文化的環境を歴史学では以降人文学では足跡として捉える。過去を学ぶことができる状況も文化的環境となる。一方で文化は常に喪失、更新されてもいる。高度で複雑な社会ほどその比率は高まるが、不必要な発明のように需要があって供給されるものでもない。現代社会における文化が創生。 発信される環境は無限にあり、その末端は個人の生活空間やコンピュータネットワーク上などに及ぶため個別に追跡するのは困難である。特に文化的環境の構成要素の一つである条件をどのように具現化して立証するかも問われる。日本では文化的環境は自然状態にあり、文化的な価値があるものは公共性があるとみなされ、 行政により管理されるものと認識するが、欧米では実体を伴う存在とみなされ、文化資本として資源的に扱う傾向がある。文化資本としては、文化財に準じたものとして保護の対象となるが、資源としては、経済原理が働くため、環境問題も生じ、開発、活用とともに持続可能性が求められる。また、本来文化は、 公衆のためのものであったが、思考性の高まりから限られた少人数のためのものも現れたことで、文化的環境も細分化、強小化している。カンボジアのトンレサップ湖は、生物圏保護区にして、巨浪や考えの生活文化圏で、新生死もされてきた文化的環境を国際協調で保護する試みに、ユネスコの MAB 計画による生物圏保護区がある。基本的には、 自然との共存を図りつつ、生物多様性を維持することが目的だが、環境の中にある人間の精神的な価値観や文化的な健全性も含めて評価していることに意味がある。また、水鳥の生息地となる湿地の保護を目的とする、ラムサール条約は文化的価値も付加することを決議している。人為的要素に基づく文化的環境は人為的な環境破壊にもさらされる。 それは単なる開発行為にとどまらず、文化浄化、文化的自殺行為、都市環境破壊といった社会問題に起因する場合もある。ありがとうございます。